今野龍太は、宮城県玉津國郡岩出山町出身のプロ野球選手、宇藤右内、東京ヤクルトスワローズ所属。小学校2年生の時に、地元のスポーツ少年団、岩出山フェニックスで野球を始めると、岩出山中学校時代には、軟式野球部に所属した。宮城県岩出山高等学校への進学後は、1年次より、ベンチ登録。 三年生だった2013年には部員わずか11人で臨んだ春季宮城県北部地区大会での準優勝によってチームを30大会ぶりに春季宮城県大会出場へ導いた宮城県大会の初戦で宮城県鹿島大商業高等学校打線から19三振を奪うなど地区県大会を通じて当番6試合中4試合で2桁立つ三振を記録 通算53イニングで43安打24、失点を許しながらも、69三振を奪った。また、全6試合を一人で投げ抜き、1完封を含む4完投勝利を記録した。3年夏の宮城県大会では、宮城県、米谷工業高等学校と対した初戦で6者連続を含む16奪三振とノーヒットノーランを達成。許した走者は、死球一。 死さ3、味方の失策5人で、チーム5年ぶりの県大会初戦突破に貢献した。3回戦の清和学園戦では、毎回の12三振を奪うが、8回9安打後、失点で関東負けを喫した。この3回戦進出が在校中の最高成績で、春夏ともに、甲子園での全国大会出場の実績はない。なお、今野とバッテリーを組んでいた。 同級生で首相の山田博之は、卒業後の2015年春から、宮城県高等学校野球連盟所属の現役、最連勝審判として活動している。2013年の NPB ドラフト会議で、東北楽天ゴールデンイーグルスから9巡目で指名。支配下登録選手としての入団が、前提の指名選手としては、最後の指名で、会議前日に、コンロの投球を、 ビデオで見た一軍監督の星野誠一が面白い、ええー、やないかと評価したことで指名が実現したという。後に、出来高分を含めた契約金1500万円、年俸440万円という条件で入団した。入団当初の背番号は99。2014年、速球で時速 150km を出すことを最初の目標として、 ウェイトトレーニングや下半身強化に取り組んだ結果、入団時から体重が7キログラム増加。イースタンリーグ公式戦では、4月19日の対、北海道日本ハムファイターズ戦で、時速1 5 0トル、その後の試合では、時速1 5 3キロメートルを計測した。新人、若手選手を積極的に起用する星野の方針で、8月17日に、 プロイリアと初の一軍昇格。一軍公式戦では、8月21日の対、日本ハム戦での救援当番を皮切りに、通算5試合に登板した。4人の新人投手だけで傾投した8月27日の、対埼玉西武ライオンズ戦では、先発松希、松勇貴、二番手、相原和友,友に次ぐ三番手として8回表1、主から登板すると、 そロ本塁打で1点を失いながらも西を取った上で西宮雄介につないでいる。2015年イースタンリーグ公式戦では17試合の登板で4勝を記録。一軍公式戦でも2試合に登板した。シーズン終了後の10月8日には翌2016年シーズンから監督へ就任する梨田正隆が自身の希望で背番号99を着用することを受けて 背番号を69に変更することが、球団から発表された。しかし、2軍調整中の7月に、右膝外側の半月板を痛めて10月14日に、幹部の縫合手術を受けたことから、球団は10月26日に、コンロの支配下選手契約を解除し、11月19日に、育成選手として、再び契約を結んだ。また、前日した、手術の影響で、 背番号69を着用しないまま、育成選手への移行を機に、背番号を090へ変更した。2016年、前年に受けた、手術のリハビリに専念したため、実践への当番は見送られた。育成選手に関する NPB の規約に沿って、10月31日に、一旦自由契約選手として公示され、後に育成選手として再契約した。 2017年、オープン戦を3試合続けて、無失点でしのいだことを受けて、レギュラーシーズン開幕直後の4月6日に、球団から支配下登録選手への復帰と、出場選手登録が発表された。背番号は98。4月12日の対埼玉西部ライオンズ戦で1軍公式戦2年ぶりの登板を果たした。1軍公式戦への登板はこの試合だけだったが、 イースタンリーグの公式戦では17試合の登板で1勝3セーブ防御率1.71という好成績を残した。楽天への入団1年目から交際していた高校時代の同級生とシーズン中の6月に結婚。2018年6月8日の対広島東洋カープ戦で3回表虫満塁というピンチからの救援でシーズン初登板を迎え、 三つの三振を奪うなどの高等でにイニングを無失点に抑えている。7月14日には第100回全国高等学校野球選手権記念宮城大会の開幕戦で始球式に臨んだ。楽天球団による野球普及活動の一環による登場で宮城大会の始球式を務めた現役のプロ野球選手は今度が初めてである。 一軍公式戦3試合に登板。勝敗はつかなかったものの、防御率は1.80だった。イースタンリーグの公式戦では、チームトップの46試合に登板すると、2勝2敗、1セーブ、防御率4.76を記録。2019年5月15日の対北海道、日本ハムファイターズ戦で4点ビハインドの5回表に、 一軍公式戦のシーズン初登板を果たすと、3回、無失点の好投で、チームのさよなら勝利につなげた。5月18日の対千葉ロッテマリームズ戦で、自身及び、宮城県のアマチュア9回から直接楽天へ、入団した投手としての一軍公式戦初勝利を、記録。5月25日に第一子を授かったが、一軍公式戦には4試合へ登板しただけで、 レギュラーシーズン終了後の10月18日に、球団から戦力外通告を受けた。家族のためにももう少し野球を続けたいという意向で、NPB た球団での現役続行を希望していたが、11月12日の12、球団合同トライアウトには参加しなかった。2019年11月13日に、東京ヤクルトスワローズが、コンロの獲得で合意し、 翌14日から今度、周期松山キャンプへ合流させることを発表。キャンプ終了後の12月2日付で NPB から自由契約選手として公示され、12月4日にヤクルトとの間で支配下選手契約を正式に結んだ。推定年俸は600万円で、背番号は楽天時代に前日した事情で着用できなかった69。2020年、 新型コロナウイルスの影響で開幕が遅れたが、オープン戦で高騰し、自身初の開幕メンバー入りを果たす。6月19日、開幕戦の中日ドラゴンズ戦、延長10回に移籍後初登板。1回に失点で敗戦投手となる。その後ビハインドの場面で登板を重ねるが8月31日に登録抹消。 10月6日に再登録されると、そのままシーズン終了まで一軍に帯同した。一軍公式戦で20試合に登板司令賞1敗、防御率2.84の成績を残した。脱参進率は、クローザーの石山康七を超える12.79を記録した。オフには200万アップの800万円で契約公開をした。2021年4月23日の 中日ドラゴンズ戦で遺跡後初勝利を挙げた。ありがとうございます。